大喜利。北朝鮮による弾道ミサイル発射に断固抗議する。同ミサイルが日本国北海道上空を通過したことに断固抗議する。発射日時、平成29年8月29日午前5時58分種類中距離戦略弾道ミサイル IRBM 名称火星12型、発射場所平常市の順安飛行場平城国際空港滑走路の一部の補助滑走路、発射方向北東、発射距離2700km、高度550km、飛行時間14分、軌道北海道上空午前6時5分頃から午前6時7分頃着弾場所北海道堀泉郡襟裳町襟裳岬東方1180km、排他的経済水域外午前6時12分発射数1、2、断固抗議する。同弾道ミサイルは北海道上空通過、軌道下周辺および警報システム作動地域の日本国民と着弾点付近および上空通過軌道下付近の我が国日本の漁業従事者航空機等の安全を著しく脅かす行為であり、かかる許されざる暴挙に断固抗議する。日本民族拉致被害者を北朝鮮は全員即座に返せ。後期2677年8月30日、北朝鮮国務委員長金正恩、
朝鮮は弾道ミサイル発射を止めろ。日本国北海道の上空を通過した弾道ミサイル止めろ。核開発を止めろ。北朝鮮は日本民族拉致被害者を全員